皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑貨はですね、限られた時間でやらないという、そんな話をするんですけども、今日が12月29日。もうそろそろ、まあ今年もあと3日を残すばかりというところになってるんですけど、今年の振り返りをするとか、来年の計画を立てるとかね、ちょっとそんな話がちらほら聞こえているんですけど、まあそんな中で、今年の振り返りとか、来年の計画を限られた時間の中でやりますというか、やりたいことはいろいろあるんだけど、まだこういうことができてませんとか、いうそんな話を聞くんですけど、ちょっとね、もう、考え方的に、その限られた時間でやるとかやらないとかっていうふうに思ってるんだとすると、ちょっとそこは、考え方をちょっとひねった方がよくて、限られたって言ってるんだ、なので、多分、やることがいくらあっても時間が足りないみたいな、そういう話ではなくて、もう時間を限らないといけないんです。発想が逆というか、決めた時間でどこまでできるかっていうことを、やらなきゃいけなくて。で、じゃあそれがね、まあ、2時間とか3時間でもいいんですけども、その時間を決めると。で、その時間がもう最初からそれしかないっていうふうに思ってるんであれば、じゃあ他の時間にそれをこう考えとかなきゃいけないとかっていう、そっちの方の時間を使わなきゃいけないんで。時間がないのは誰でも一緒なんで。それまでにどれだけの準備をしておいたか。で、まあ、例えばその書かなきゃいけないとかね。その印刷しなきゃいけないとか。バインダーにセットしなきゃいけないと。そういうふうになる。本当のなんか物理的なところ、もうその3時間だ、3時間っていうやつを使わなきゃいけないんですよ、しょうけど。検討したりとか、見比べてどうしようかとか、今年の、その目標みたいなところ、まあ来年の目標のなんか下書きみたいなのするんでしょうけど、それをこう、いつまでにやっとくかって、その日までにやっとくかどうかっていう。そこになると思うんで、そのための準備をしてないから、例えば今日になった時に、いや、時間がないとか、あれもこれもやんないといけないとかっていう話になっちゃうんで、結局ね、まあ、いわゆるこう第二領域的なところが、準備ができてないと、じゃあ、当日になって、で初めてそこで、振り返ろうかとか、来年の目標を立てようか、そういう話になっちゃうんだとすると、ちょっとだから 一年のことを考えるにしてみると、ちょっと準備が足りないんじゃないですかみたいな。そんなことになりかねない。で、まあね、今更言っても仕方がない。とはいえ、まだあと3日ぐらいあります。まあね、その間に、ね、ちゃんと、12月31日にその3時間があるんだとしたら、今のうちに準備をしたいのがいいと思いますよ。少なくとも、ものの合間に、何を書こうかとか何を決めようかっていう、あらかじめ考えておくっていう、少なくともそういうアンテナを立てておくっていう必要なんじゃないかなというふうに思います。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。